こんにちは、あきゆきです。今回は、コンケートネート関数という関数をやっていきたいと思います。コンケートネート関数というのはどういう関数かと言いますと、文字と文字をくっつけることができる関数になってます。文字と文字をくっつけるとどういう意味があるのというふうに思うかもしれないんですけども、ちょっと口だとですね、わかりにくいので、実際にやって試してみましょう。すごく便利な関数なので、これができるとですね、 今まで不便だった場所も改善できる可能性がかなり高いので一緒にやっていきましょう。そしたらですね、今現在こういうシートが出ています。で、今回何をやっていくかというとですね、今国語の最高点は60点ですという風うにここに出てますね。国語の最高点はちゃんと60点で合ってるんですね。何も不便でもないし、何もおかしなところはないですよね。で、これで何が不便かというとですね、 これ、例えば、一郎さんが80点だった時って、ちゃんとこっちの最高点は、マックス関数が入っているので、この中の一番最高点、80点がここに表示されてるんですけども、先ほどのここの国語の最高点は60点です。ここに関しては、自分で打ち込んじゃっているので、60点のままなんですね。なので、これを、 文字をくっつけるっていう機能をすると自動的に変換してくれる機能が作れるようになります。それを実際やっていきましょう。そしたらですね、じゃあどうやってやっていくかというと、今回使うのはコンケートネート関数です。まず一番最初に簡単なくっつけるだけというのをやっていきたいと思います。その後に文字もくっつけるというふうに難易度を少し上げて2パターンやっていきます。ではやっていきましょう。イコールコンケートネートと 入力すると、こういう関数が出てきます。根景とネートですね。使い方は、文字をくっつけるという関数なので、文字を選択します。今回、国語、最高点、60点。これをくっつけていきましょう。まず、国語って文字をくっつけたいので、国語って書いてあるところを持っていきましょう。国語はここですね。国語。そしたら、次くっつけたいときは、カンマを押します。カンマですね。で、カンマを押していただいたら、 次はですね、最高点が欲しいので、最高点ここに書いてあるんで、ここから持っていきましょう。最高点。で、クリックすると文字がくっついてきます。で、カンマ。そしたら60点はどこでわかるかっていうと、ここが最高点の人なんで、60。これ持っていきましょう。そうするとですね、エンターを押すと、こんな感じになりました。で、 国語最高点60ってなってるんですけども、ここちゃんと鈴木一郎さんが80点取ると80に変わったのがわかると思います。これがコンケートネートの便利なところですね。ここの80というのは、ここの文字をそのまま持ってきてるだけなんですね。で、ここの文字というのは80点がマックス関数、この中の一番大きな数字を持ってくるっていうのがここに入ってるんで、その数字をそのままこっちに反映させてるんで、 ちゃんとここが変わったら自動的に変わってくれるという風な仕組みになっています。じゃあ Ctrl Z でちょっと戻しておきますね。そしたら次はですね、これだと日本語として国語最高点60だとおかしいので、この上のように国語の最高点は60点ですという風に入れていきます。この時に覚えておいていただきたいのは、ここのところのとかはとか点ですとか、 いうところを日本語で打ち込んでいくんですけれども、キーボードで打ち込むときはですね、前後をタブルコーテーションでこのように挟んであげるという必要があります。こうですね。こんな感じに挟んであげるというルールがあるので、このようにやっていきましょう。それでは実際にやっていきます。じゃあデリートで消していきますね。コンケートネットと入力して、まず国語。 で、次はのが入っているので、のを入れるんですけども、カンマを押して繋げていきます。で、ここにのを入れていくんですけども、先ほど紹介したダブルコーテーションでキーボードで打ち込む文字は挟んであげるということなんで、シフトを押しながら数字を2ですね、押すとダブルコーテーションになるので、そこでの。こんな感じで挟んであげましょう。そしたら、次にくっつけるときは、カンマを入れます。必ずこの後カンマ忘れがちなんで、カンマ入れるようにしてください。 そしたらですね、次最高点なので、これは書いてあるので持ってきましょう。クリックですね。これですね。クリックするときはダブルコーテーションがいらないので、ちゃんとクリックだけで大丈夫です。キーボードで今みたいに打ち込むときが、ダブルコーテーションが前後に必要ということになります。で、カンマですね。次は最高点の後はハですね。ハが欲しいので、ダブルコーテーション、ハと。先ほどと同じですね。前後を挟んであげて、で、次に行くにはカンマです。 で、そしたらですね、60が欲しいですね、次。60何で分かるかというと、最高点のここのことですね。60点の60。で、次は、カンマを押して、次は点ですですね。これはどこにも書いてないので、自分で入力します。ダブルコーテーション、点ですと。こうですね。こんな感じで入力していきます。で、エンターキーを押すと、こうですね。同じような感じで出ていると思うんですけども、 ここのところを80とかにすると、ここですね。80点です。という風になっています。で、ここが MAX 関数がそのまま持ってきているので、ちゃんと80点です。という風に変わってくれるんですね。ここ数字が変われば変わるほど、この場所も変わってくれるということですね。こうすると、一箇所を変更するだけで全部が変更されるので、すごく便利です。最初にあった、この直接文字で入力したパターンだと、 自分で変更があった時に変えないといけないので、すごくめんどくさいんですけども、コンケートネイトを覚えておけば、こういう風に一箇所変更すれば、ここだけですね、ここだけ変更すれば、あとは他の関数のところからそのまま数字を引っ張ってあげるとか、文字も引っ張ってあげるとか、すれば簡単に変更できます。例えばですね、ここ最高点じゃなくて合計とかに変更した時でさえ、 こうですね。ここも合計っていう風に変えられるので、こういう時も文字を自分で打たずにですね、引っ張ってあげるっていうのが一番おすすめになります。今回はコンケートネート関数の使い方を紹介しました。意外に使ったことない人多いと思うんですけども、すごく便利な関数なので、ぜひ使ってみてください。このチャンネルでは Excel に関する動画いっぱい上げてますので、ぜひ参考にしていただいて、少しでも参考になったなと思ったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。